久保建英さんの、あれ、リアリティあるなと思うのが、前もオリースの話出てたりとか、ラフィーニャの話出てたり、左利き右ウィングっていうのをずっと探してるんですよね、アルテタは。で、言っちゃえば、ファビオ・ビエイラの突破力あるバージョンなんですよ、久保建英って。で、キーパー、ラムズデールですら、ライア呼ばれて、序列変わるじゃん。だそのぐらい、ほんとトップオブトップの争いを全ポジションに求めるっていうのがアルテタのやり方なんですよ。なんで、坂いるけど取るとか、全然あって、なんだったら久保と坂両方良くて腕ゴール微妙だったら、右のトップ下に坂か久保置いちゃうみたいなのやるんで。だからライカは本当に、久保建英さん狙い行くっていうのは、レアルマドリードの動きだったり、ソシエダの、まあ、契約解除録を払えるだろうから、アーセナルお金的に。全然あると思う。あとは、メンタリティ的な調査とか、そういうので、ティアニーローンで言ってるじゃん。だからティアニーから久保のこと聞いたりとかあるのかなみたいな。ティアニー最近どうなのみたいなのを聞いたときに、誰と仲いいのとかで、それとなく聞いたりとか。そう。結構ティアニーがキーポイントになってたりとかするかなって思いますね。だから左利きの右ウィングで一番、アルテタの基準に達してる選手で一番取りやすい選手を取る。その中の一人に久保建英が入ってるって言いたいと思います。普通に坂と似ているとおっしゃってましたが、わざわざ張ってる部分で言うとどっちが上ですか？どっちだろうな。なんか久保の方が理論を感覚に落とし込んでる感じして、坂の方が最初から持ってる感覚が理論的になってるって感じしますね。どっちが上とかではなくて。坂の方が理論的に理にかなってみたいなのを詰め込まれない環境で育ってるやつか。イングランドのアカデミーだし、で出てきた時にはエメリーだしさ。ある程度もそれ分かってたら坂をもっとね、早く右ハーフバイタン使ってるし。で、久保の場合は、まあ、お父さんの教育がすごくて、で、久保自身もさ、まあ、そういうリズムでやってきた、どっちも訳分かってるけど、訳分かってる選手になっていく過程が違ってるって感じがしますね。長いキックは坂の方がいいかな。久保の方がアジリティが高いドリブルする感じがしますね。坂の方が抜き切るっていうよりも、コースを作るのが上手い感じがしますね。あと、まあ、ゴール前、まあ、シュートのね、決定力とかも坂の方があるか。で、本当になんか、似てるけど、細かく、あれ見てったら、違うところもある感じだね。だって、シティもさ、別に、去年で言うとさ、ストライカー、ジェズスとスターリングで悪くはなかったけど、そこをさ、ハーランド取ってきてさ、で、控えにユリアン・アルバレスでさ、ワールドカップ出てない最高のストライカーと、出てる最高のストライカーを取ってきたわけじゃん。で言うと、アーセナルはね、だからその、ジェズス AD のところに誰も入れないとして、で、左ウィングもトロサールいて、ね、マルティネンリいて、で右、だからそうなると右ウィングサッカーがいないときになるのか、全ポジションに2人ずつになるのか。推しなオリース、パレスの右ウィング。あ、はいはいはい。あれ、あの選手さ、はい、あ、もうサッカーの控えってこと？サッカーの控えです。いやー、あれ、最高のローテーションですよ。あれ、控えの器かな。いや、でも、あれ控えの器じゃないよ、あれ。いや、ただやっぱ CL 始まってくると、仮にサッカーがないと思うんですけど、長期離脱したときに、うん、じゃあずっと弱いままですもんダメじゃないですか。いや、そうなんだけど、ね、これめっちゃ難しい問題で、結局、他のチームもメッシの控えは誰も残んないというか、出した時にメッシの代わりできないし、俺、サカって俺そのクラスの選手だと思ってて。いや、でもね、オリース取れたら、またいろいろ、オリースもなんか、なんでしょう、まあ、右ウィングやってますけど、いろいろなポジションで試しがいがありそうだなって。ってなると、俺、オリースは、俺一番合ってるのは、右のインサイドハーフとトップ下の、あの人ってサカほど突破力ある感じじゃないかな。左のキッカーで頭いいみたいな。はい、ちょっとね、ツイエクとかに近い感じ、ね。ああ、なるほど、なるほど。そう。ってなると、でもそこってさ、腕ゴールいて、はい、そこにファビオ・ビエイラ控えてるでしょ。はいはいはい。そう。だから、かなりね、そこが熾烈になりすぎるっていう。いや、でもそこぐらいじゃないと、CL やってきねえなっていうのは体感であるんで、うん、もう本当なんて言うでしょう、もうある種豪華な飯じゃないですけど、はいはいはい、それぐらいでオリース取れたら、もう右サイドはしばらく安泰だなっていうと、いろんな使い方してもいいなって。ニコラペペまず出してそうだよペペを忘れんだよニコラペペそれマジ言いづらいっすからなんだペペがもういないみたいなニコラペペはどうですかマルキーニョスとかいる、うん、マルキーニョスは将来投手よね、うん、マルキーニョスは将来やっぱりこのなんだかんだ怪我しないとは言いつつも坂の怪我が怖かったりとかはいはいはいあるのでアルテタはムサディアビ欲しがってますよねあー俺ムサディアビの方が、うん坂とキャラがそこまで変わんなくて、うん、あ純粋なウィンガーとしてとそうそうそう、はい、ね前に仕掛けるタイプだから、うんうん、結構オリースはね、うん、もうちょっとフィジカル強くなった、うん、ファビオ・ビエラみたいな感じになるんだよ、ねうん、あだ坂ほど、はいはい、こう前に仕掛けていく感じじゃないから、うん、
なんかオリースいい選手なのに、坂の代わりに出た時に批判されるみたいな。うん、あいやいや、坂と違う良さがあるんだよっていう風にならなそうなのがちょっと不安だよね。あんま俺、ムサディアビをその知らないんで、あれなんですけど、まあ、基本的にあの本格的に噂出るまで見ないんだけど。ただ、もうある程度ってあれじゃないですか、ウィンガー育てるのめちゃくちゃ上手い選手なんです。あ、監督だから、ある程度知能と、あのスペックが備わっていれば、オリースはいろんなパターンで改造できるんじゃないかなみたいな、それこそ突破をやろうと言えばできるじゃんみたいな、うん、パターンとか、逆に IH でこんな風に覚醒したじゃんみたいなパターンもあると思ってて、そこの、なんていうんでしょう、ある程度のポテンシャルあれば、アルテタはある程度こう料理してくれるみたいな、うん、そこの信頼感はあるんで、アルテタは久保をまだ追いかけてると思います。あれなんですよね、こうラージリストとかアーセナルのスカウトの中に久保入ってるみたいな、スカウティングリスト入ってるっていう、あれ、大体ああいうの大きく作りますからね。だってみんなもさ、自分がクラブ持ってたらそうでしょ。もう一人集中なんて絶対なくない？ここのポジション、この選手が移籍したらこれだなみたいなリスト作っといて、それでやるでしょ。そんな感じだと思いますよ。リバプールが結構久保を見てるみたいです。もうそれは見るでしょ。だってラリーガでね、普通に、週間、MVP みたいなのを取ってるしさ、毎試合ちゃんとアベレージ高く活躍してて、フィジカルも高まってて、運動量も落ちないじゃないですか。で、アセンシオもね、獲得リスト上がってたし、右のウィングと中盤できる選手なんてね、なかなかいないですからね。久保の立場とか第二の立場からしたら、まあ、スペインね、で活躍したいだろうし、マドリーしかもうラインないと思うんだよ、これ以上のところは。バルサにはもう、一回マドリーと契約した後、バルサに行かせない契約になってるから、マドリーって。絶対、物理的に無理ではないんだけど、バルサに移籍するときは、その移籍金のパーセンテージ、他のチームだったら移籍させるとき 10% は間取りくださいねみたいなやつが、バルサだったら 50% とかでやってるから、基本無理なんだよ。ってなるともう、スペイン国内のステップアップは間取りになるんだけど、そこでエンバペがフリーで来る可能性が高い。っていうか、もう会長の、間取りの会長のペレスからしたら、そう、パリ・サンジェルマンからの一番の嫌がらせは大スターをね、チームの中心選手をフリーで持っていくことだから。そう、ってなったときに、左絶対のビニシウス、真ん中と左に全部できるエンバペ、で、右左両方できるロドリゴみたいな。もしかしたらベリンガム一列前使って、右にエンバペ、左ビニシウスもあるかもしれないし、ロドリゴどんどん伸びてるし、みたいな。で、あと、久保の出番相当限られてくるから、で、インサイドハーフもさ、カマビンがいたり、バルベルディいたりとか、チュアメニいたりとか、ベリンガムをインサイドハーフに使ってもいいじゃん。で、あと、久保相当厳しくなるから、で、こうなるとやっぱりマドリーが、買い戻しのあれ持ってて、久保にレギュラーで使うよっつって連れてきて、ちょっと状況変わっちゃったっつって、でシティに売るとかアーセナル売るっていうのはあるなと思ってます。マドリー目線で言うと絶対高くなるね、バルサがエメルソンでやったみたいな感じで、久保使って転売で儲けるとか、もしくは久保は使うけどロドリゴ売るとかね、まあ今シーズン終わった時の活躍状況でそこ決めそうだなっていうふうに思いますよね、っていう話。だから今ロドリゴがいいですよとか、今の久保だぞとかいう話じゃなくて、今シーズン終わった後にエンバペは絶対狙い行くから。だから、まあ、僕としてはもうソシエダは今季いっぱいかなと思ってるんですよ。久保のレベル的に凄すぎるから、久保が。ってなるともうワンシーズン、ソシエダでチャンピオンズリーグ出ましたと。チャンピオンズリーグでもある程度活躍しましたってなって、ソシエダで優勝っていうのはリアリティないでしょ。このチームに使えるお金的に。ってなると次のステップアップはマドリーなんですよ。マドリーでの椅子が用意されてないってなったら、マドリー経由ビッグクラブ行きでスペイン人が監督やってる、しかも解任されなそうなアルテタだったりとかペップとか、ちゃんとフロントとしっかり握手できてるクラブに行くっていうのがいいなって思って、僕はベルナード・シューバーの後釜は久保だと思ってるんで、そういう未来が見たいですね。久保はアーセナルはもう坂と被るしな。ああ、だからシティじゃないですか。久保はダビド・シルバー的な感じ、ダビド・シルバー、ベルナード・シューバー、そう、シティは久保だね。Thank you.